Sur la glace, représentant la Russie. On the ice, representing Russia, Polina Kornilova. ロシア期待の若手の一人、ポリーナ・コロベニコは16歳登場です。昨シーズンのジュニアのグランプリファイナルの銅メダリスト、168センチの長身、グランプリシリーズのデビュー戦ロシア大会は7位でした。ショートの曲はロミオとジュリエット。まずはロシア大会では決めた3回転3回転。トリプルトーループ、トリプルトーループ、流れがありましたね、はい、高さも十分でした。ジャンプが次のトリプルループです。これも良かったですよ、はい、トリプルループ、ダブルアクセル。今日はジャンプは安定しています。ですね、フランキャメルスピン。168センチの長身です。長い手足を生かした演技。最後まで観客を引きつけました。ロシアのコロベニコは16歳、ようやくほっとしたようなそんな笑顔にも見えました。昨シーズンのジュニアのグランプリファイナルの銅メダリスト、ポリナ・コニコワ。今日はこの人の持ち味がとっても出たんじゃないですか。そうですね、ジャンプももちろん全てのジャンププラスがつくようなジャンプだったと思いますけれども、はい、それよりもプログラムがとっても素敵だったなと思いました。本当に流れるようなこの音楽、一つ一つの音をとてもよく表現していたと思います。さあ、そのジャンプのシーンですけれども、高さもありましたね。綺麗ですね、最初のコンビネーションジャンプ。このループジャンプも良かったと思います。スピンのポジションもとても綺麗です。そしてこの人は長身ですから、またそれを生かす演技をしてましたね。そうですね、本当にステップの中でも、本当に小さな音まで
使ってとてもよく表現されていたと思います。今シーズンはこのロミオとジュリエットで勝負してきました。コロベニコは16歳。グランプリシリーズのデビュー戦となった地元ロシア大会は7位でした。さあ本人も楽しみにしながらこのフランス大会のショートの得点はどうでしょうか。高い得点が出ました。パーソナルベスト更新です。 54.50、 技術点 27.33 というところが出ました。トータル 54.50 はパーソナルベストを更新して現在トップに立っています。